さんこんにちは。今からですね、さっきナスケさんとコラボ撮ってあげてると思うんですけど、お腹すいたんで筋肉食堂にね、ご飯食べに来ようと思って筋肉食堂に来ました。ずっと楽しみにしてたんですよ。って言っても実は昨日も食べに来て、まるで今初めて来たかのような感じで言ったけど、実は昨日も来てて美味しすぎたからもう一回来たんですね。なので筋肉食堂でご飯を食べてる様子を見てもらおうと思います。では中に入りましょう。昨日来たから知ってんねんけど、店員さんがなもうすでにムキムキなわけ。そりゃムキムキの人ここで働きたいわなって感じよなって話だね。はい、今からですねアフレコに切り替わるんですけども、それの理由がですね、私がアポなしで行っちゃったせいで、筋肉食堂さんは YouTube の撮影も結構協力的なお店だそうなんですけども、バタバタさせてしまったということで、今回はこの私が筋肉食堂で食べたりしてる姿をですね見ながら私はアフレコしていきたいと思います。ただ結構難易度が高いので、もうこの動画とは関係ない感じで私がアフレコしていくんで、アフレコって言わないかもしれないんですけども、まずこの筋肉食堂は今回の東京の出張で2回目なわけです。2回目で昨日も行ったわけ。 There once was a ship that put to sea and the name ですね。この動画を撮るその前の日にも行ったわけですね。で感動してめちゃくちゃ良くて、もう一度その次の日にも来たわけですけど、まずここですね、入って席に着いた瞬間にこの今飲んだ通りプロテインが1人1個もらえるわけです。でこの味はチョコプロテインだったんですけども、その日とか期間によって味が変わるのかどうかまだ1回っていうか1シーズンしか行ったことがないのでわからないんですけども、とりあえず行った瞬間にプロテインがもらえるっていう、なんともね、筋肉食堂って名前の通りもうプロテインをもらえる、何回言うねんって話やけど、それでですね、まずこのお店のめちゃくちゃいいなって思った点は、まずメニュー表。このメニュー表かな、やっぱ筋トレとかボディメイクしてる人しか気にしたことはないと思うねんけど、メニューの名前の横に PFC 全部書いてあるね。値段と PFC 全部書いてあって、トレーニングしてる人とかって PFC めちゃめちゃ気にしてると思うね。まあ食事制限してる人に限ると思うねんけど、が全部載ってるからすごい分かりやすかった。鶏の種類って胸肉やったりもも肉やったりっていうのがあって、なんかコースもあるね。私は今回コースは頼まなかったんですけども、この前の日はですね、何を食べたっけな、鶏の塩麹ってやつを食べたんですね。めちゃめちゃ美味しくて、その日は夜行ったんですけども、この日はお昼に行きました。でお昼に、この日はねもう私チートデーって決めてたんで、美味しいと噂のハンバーグをね食べたわけですよ。で今これ注文してるんですけど、ハンバーグ 150g と鶏もも 150g のプレートがあるんやけど、その鶏ももを鶏胸に変更できるね。まあ普通にスーパー行ったらわかると思うねんけど、鶏胸の方が安いってことで、鶏胸に変更は無料で行えるっていうことで、鶏胸に変更して、鶏胸がなんとですね丸々ついたんですけど、今は言うの飛んだんですけども、ご飯を白ご飯か玄米か選べて、私は普段白ご飯を食べるんですけども、玄米を選んで、で 100g から頼めんねんけど、同じ金額で 100g 以上頼めるねってことで、私は 175g 頼みました。 There once was a ship that put to sea and the name、なんかここのお店の鶏胸肉は、トレーニーは鶏胸肉飽きてると思うねんけど、ここの鶏胸肉一回食べてほしいって店員さんが言ってた。なんか全然違うらしいね。私も鶏胸肉食べてんけど、なんかわからんけど、なんかふわふわ、なんか確かに普通にスーパーで買って食べる鶏胸肉とはちょっと違う。何が工夫されてるかわからんけど、とにかく美味しかったって感じでしたね。でなんかまあ店内も結構広いところやって、ここはどこやったかな、どこのお店やったかな、渋谷、渋谷のなんかショッピングモールみたいな中の筋肉食堂でした。で、まあ、店員さんがムキムキやって、ここで仲良くなってですね、これめちゃくちゃ笑ってるのは、店員さんと喋ってるんですけども、まあ、めちゃめちゃトレーニングしてる方みたいで、パーソナルトレーナーの方やって、やっぱりね筋肉がある人ってね、まあ、私の偏見ではないけど、ムキムキで鍛えてる人って人がいい、
ていうかな、まあ、ポジティブやん。基本体鍛えてる人ってポジティブやねん。だからみんな仲良くなれるって勝手に私は思ってます。真顔からの笑顔になるタイミングをまじまじと見るとなんか恐ろしい。始まりました。今からじゃあメニューを見せていきたいと思います。まあ絶妙に今から見せるメニューなんですけど、絶妙にピントが合ってなくて分かりにくいと思う。それは本当に申し訳ないんですけど、でまあこれが牛赤身ハンバーグステーキコス5000円とか言ってコースもあるっていうね。夜とか来たら1回は食べてみたいなって思うけど、8000円のコースとかなかなかね高いですね。赤肉の盛り合わせとかでグラム数も全部決めれたりして、まあ、結構いい値段するやつもあればやっぱり安いなって思うやつもあるし、 200g で1100円、このもも肉の味がいっぱいあって、この塩麹食べたんですけどめっちゃ美味しかったんでおすすめです。ランナーズプレートっていうのも結構気になったんですけども、サラダはね全部美味しかった。全部って、まあ、全部食べてないんですけど、サラダは結構美味しかった。で今これサラダ来たんですけども、これ私ごまドレ選んだんですけど、まあ見事にピント合ってない、申し訳ないんですけど、真ん中にささみが乗っててコーンとかも入っとってめっちゃ美味しかった。どうもカメラの位置が気になるみたいで、まあ、動かすと一緒にいてるナースケさんの手が映ってしまうというね。なので基本ご飯を食べるときは髪の毛をくくりましょうということで、私は髪の毛をくくっています。まあとりあえずね、この私の食べてる姿をね見るだけの動画になってしまうと思うんですけど、見せこの多分乗ってるささみを見せてあげたくてやってるんですけども、後ろの自分の顔にしかピントが合ってなくて、ささみが全然何かわからへんかったっていう今のシーン、本当に申し訳ない。だいたいさサラダってさレタスも入ってるやん。レタスってまあ形いろいろやん、様々やん。それをこういろんな分かれていろんな方向向くわけやん、サラダって。レタスな、レタスの話、こっち向いてこっち向いたりしてこんなになったりするわけやん。それをこうガサッと取ったらいっぱいいろんなとこ見て、それを一気に口の中に入れるってなると、なかなかいつも難易度高くてこの辺にドレッシングついちゃうって感じ。サラダ食べた後ってさ歯にいっぱい詰まらん、多分歯にいっぱい詰まってめっちゃ今気になってるんやと思うんですけど、料理が到着しました。ハンバーグ150と鶏むね肉 150g です。でしっかりブロッコリーになってるっていう。でこれ麦、あ間違えました、玄米ですね。この丸いハンバーグがほんまに美味しかった、もうマジで美味しかった。ではまずねどれから食べようか、お見せてもらえるらしいです。はい、見事にご飯にピントが合っていない。でこれカメラを立てたのは TikTok のために撮ろうかなと思って、多分これウーロン茶に立てかけて別カメラで撮ってます。すごかった肉汁が、ほらびっくりしてるでしょ。結構赤身のまんまやって、だからその鉄板ジューってやるんやけど、このジューって言ってるんですけど、これおっとむせました。暑すぎてむせちゃってますね。もうぜひここはですね、私も東京に行く際には絶対に毎回食べに行きたいなって思うぐらいのお店でしたね。美味しかったということで、まあね、めちゃくちゃ見づらい動画になっちゃったかもしれないんですけど、今から言うんで見といてくださいね。いきますよ。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いしますということで、バイバーイ。はい、ということでですね、ここから私のアフレコになるんですけども、このアフレコになる理由がですね、一つありまして、お店にアポなしで行っちゃったせいで、お店が YouTube 撮影の、YouTube 撮影、ちゃちゃ